できない達成決定。内府家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ、大谷行部殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠、多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。三成殿も仁気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならばもののわからぬ大名どもに今一度義を解こう。文か、また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、刑部殿よ。もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今さら聖道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五穀の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。石田方も西国の調略を進めておるようだが、分があるのは吉川、小早川を調略したこちら。ウィリアム、大阪は華やかな町、お主にぜひ見せたいと思っておった。帝のお明日京にも近い。ついに大阪で家康様にお目通りがかなうぞ。面を上げ。霊が見え怪異を切るというのはまことか。君子怪力乱心を語らずじゃ。花からそのようなことを口にする者に信を受けようか。This one has absolutely no power. Anzo, do you seriously follow this pretentious little prick? 何を言うておる。鳥居殿、その者は影武者だと言うておりまする。こやつはもっと名護を話しておったであろう。それに半蔵、そこもとが事前に話しておったのではないか。何がおかしいんじゃ。まあまあ鳥居殿、半蔵殿の推挙もあることですし、全く口頭無形と切って捨てるもいかがなものかと。拙者に等しい案があり申す。